こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、どちらがおじさん秋コーデということで、まあ、具体的にですね、僕自身が NG のおじさんコーデと、まあ、これだったら、ま、OK かなというですね、正解コーデ、両方ですね、皆さんにお見せしながら、その違いですとか、改善ポイントをなるべくわかりやすく解説するシリーズをですね、久々にやってみたいなと思っています。この企画というのは結構ですね、僕の中では楽しみながらやっているんですが、まあ、よくですね、街で見かける惜しいコーディネートですね、このあたりを変えたらもっと良くなるんじゃないのかなというですね、コーディネートを僕自身が再現をして、それをどう変えれば変化をするのかというところをですね、お見せしてるわけなんですが、大山俊というですね、一つの素材にしても着こなし次第で全然雰囲気が変わるというところが、まあ、皆さんにも分かっていただけるかなと思います。まあ、ファッションというのはそれだけですね、相手に対する印象を大きく左右するものなので、僕自身の変化も含めてぜひですね、エンタメ感覚で楽しんでいただきたいなと思っています。もちろん NG コーデをお伝えするだけではなくて、ちゃんとそれをですね、良い形に直していきます。そしてそこもですね、なぜ変わったのかというところも分かりやすく解説することで、誰でも簡単にですね、秋の大人っぽい着こなしが完成するようにしっかりとサポートしたいなと思っていますので、よかったら参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録だとかいいね押していただけると嬉しいです。それでは早速行ってみましょう。皆さんこんにちは、小山俊二と申します。今日はですね、僕の休日の着こなしを皆さんにご紹介できればなと思ってですね、僭越ながらこの格好で動画の前に立たせていただいております。ということでですね、今日はですね、ショッピングモールに買い物に行くということでこの着こなしをしてみました。ちなみに家族構成は息子が1人と娘1人、そして奥さんが1人という形になっています。はい、今日の着こなしなんですが、まず上なんですけども、まあ、ちょっと最近肌寒くなってきたので、なんかこうパーカーっていうんですかね、そういったものをちょっと羽織ってですね、少し暖かい感じにしました。まあ、グレーのパーカーはね、もう学生時代から大好きなので、またちょこちょこね、買い足しながらこう着てるわけなんですが、まあ暖かくてこれいいんですよね。で、このグレーのパーカーの下にはですね、これはなんて言ったんですかね、セーターかな、まあ、セーターちょっと着てます。まあ、セーターなんですけども、まあこうなんていうのかな、ここが V になってるやつをちょっと今回選んでみまして、これね、奥さんが選んでくれたんですけどね、ちょっと可愛いチェック柄でね、ちょっと僕にしてはちょっと冒険なんですけど、なかなかこういう柄もいいんじゃないのかなと思ってます。で、 T シャツ下に着て、でズボンはこれですね、まあベージュの、まあいわゆるチノパンっていうやつなんですかね、これを履いてみましたが、やっぱりこれがなんだろう、落ち着くんですよね。まあ色もね、ちょっとこう明るいので、すごく個人的にも気に入っていますが、まあなんつってもこの裾上げね、こういつもするのめんどくさくてそのまま買ってきちゃうんですよね。ちょっと今思うと裾長いかなと思うんですけども、まあいつもこんな感じで合わせてます。で、足元はこれどこかな、あのお店で買った安いあのスニーカーですね、黒と白のスニーカーで、まあ使いやすいかな、なんかホカホカしててすごくあったかいし気持ちいいんですよね。こんな格好してます。あとはなるべく子供ね、二人手つないで歩くので、あの荷物は持ちたくないのでね、こう斜め掛けのこういったなんだろうな、ショルダーバッグみたいなのを使ってますが、こんな感じで休日の格好を楽しんでいます。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はですね、このようなビフォアの秋コーデを組んでみましたが、まあ結構ですね、このような着こなしの大人の男性は少なくないかなと思います。秋のちょっとした羽織物として便利なのが、まあこのようなパーカーですね。まあこれはこれですごく便利だし、まあおしゃれに着てる方も多いんですが、グレーのパーカーって僕たち40代の大人世代が着ると結構難しいんですね。部屋着、スウェットイコール部屋着というイメージが強いので、どうしてもですね、そこに印象引っ張られてしまうかなという感じはします。で、このジップですよね、まあ、パーカーにもジップのタイプと、あとはプルオーバーのタイプがあるんですが、まあ、プルオーバーの方がここ最近はトレンド的で、ジップはですね定番的なんですが、まあ、ここ数年はですね、ちょっとプルオーバーの被りのタイプに押されてるかなとは思っています。なのでちょっと
とこのパーカー自体はやや難しいかなと。おしゃれが分かってる人であれば使いこなせるんですが、不用意に使ってしまうと失敗しがちかなと思います。で、今回はニューアイテムとしてこのアーガイルチェックのですねニットを入れてみました。まあ、これもですねパッと見ちょっと可愛く見えますよね。デザインのアクセントにも見えますし、結構ですね奥さんに買い物を頼んでる方だと女性的にはこういうのが可愛く見えて買ってくるっていうこともあったりするんですが、これも子供っぽく見えてなかなか難しいんですよね。まあ、おしゃれなショップで置いてあったりもするんですが、まあ、分かっていてそれをうまく使えるのと、なんとなくおしゃれかなと思って着るのはもう全く違うんですね。なのでそういった意味ではちょっと事故りやすいのがこういったチェック柄のニットかなと思います。なかなか難しいので個人的には無地の方がいいのかなと思いますね。まあ、T シャツなんですけども、今白 T 着ていますが、丈の長さがですね結構バラバラなんですね。なんかこれ長すぎませんか？このニットに対してベローンと出てしまってる感じもちょっとバランスが悪いですし、こういう長さみたいなところがうまく整ってないとおしゃれに見えなかったりするんですね。まあ、T シャツ見せるんだったらちょっとだけ1センチとか 1.5 センチぐらい見えるぐらいでちょうどいいんですよね。これぐらいの分量までかな見えるのが、まあ良くてですね、まあ本当に隠してしまって綺麗に着るのも全然問題ないかなと思うので、ちょっとこうだらしなく出るっていうところは気をつけた方がいいんじゃないのかなと思います。で、ベージュのチノパンですね。まあこれは大人世代には定番のアイテムで、これまた着方次第なんですよ。ついつい僕がですねベージュのチノパンを悪者にしてしまいがちなんですが、そんなことはなくて、まあ定番的なアイテムでこれはこれで使いやすいんですけども、あんまり考えずにサクッと履いてしまうと失敗しがちなんですね。今全身の色で言うとグレーとベージュっていう形で、基本的にはちょっとぼんやりとしたカラーで引き締まりがないんですね。これが難しくて、これベージュのチノパンね、使いやすいんだけどもちょっとこう失敗しがちかもしれないなと思います。これまたパーカーと同様にちょっとこう休日のおじさんっぽさも漂うアイテムではあるので、そこのこうイメージも含めてちょっとちょっと難しいポイントかなとは思っています。で、足元なんですけども、スニーカーと合わせてますけど、僕はよく言うのがボトムスと靴とのバランス、ここが結構重要だよというところですね、強調してるかなと思います。ボトムスが結構カジュアルなので、靴に関してはもうちょっと綺麗な方がいいかなとか、どちらのアイテムもカジュアル、ボトムスも靴両方ともカジュアルっていうのはなかなか難しいので、まあ、そこがちょっと問題点かなと思うのと、あとですね、ここ裾上げ全くしてなくて裾がだるっとたるんでますよね。これもですねやぼったく見える原因なので、必ず裾上げをするということで、裾上げをするときにはしっかりとどの靴に合わせるのかも考えて、普段この靴に合わせたいですよというものを履いていって、それに合わせてですねしっかりと裾上げをしてもらうというのがいいんじゃないのかなと思います。まあ、こんな形で NG コーデを持ってきましたが、これをですねじゃあ大人っぽくするにはどうすればいいのか、早速着替えてみたいと思います。それでは早速行ってみましょう。よしと、着替えてみましたがいかがでしょうか。ようやくですね個人的にも安心感のある着こなしに戻ったなと思っています。まあいろいろと変えているんですが、それぞれの要素ごとに皆さんにお伝えしていきたいなと思っています。まず結構重要だなと思っているのは、今回はボトムスですね。先ほどはベージュのチノパンというですね、大人の着こなしにおいては結構ベーシックなアイテムながらも、ちょっとこうおじさん臭さも出てしまいがちなアイテムを使っていましたが、それをですね、今回はこのようなモカ色のボトムスに変えてみました。ベージュと系統的には近い色味なんですが、より秋冬っぽいですね、色味で、ベージュとブラウンの間ぐらいですね、これぐらいのコクのある色味を選んでいただくと、結構大人の男性にも似合いやすいかなと思います。ベージュのカジュアルさよりも少し上品さが漂うので、個人的にはこのようなモカカラーですね、取り入れてみるといいかなと思います。これはですね、最近購入したアーバンリサーチがグラミチに別注をかけたラナテック素材のですね、ボトムスになるんですが、このモカ色がめちゃくちゃ使い勝手がいいので、まあ、ぜひ皆さんもですね、ベージュとかそういった明るい系のカラーをご検討だったら、こちらの方を取り入れてもらうとすごくバランスがいいのかなと思います。で、シルエット自体
体も先ほどのチノパンは本当にベーシックな細くも太くもないような形でしたが、こちらのグラミチベースのデザインはですね、もも周りは適度にゆとりがあるんですけども、膝から下テーパードといって少しずつ細くなるようなデザインになっているので、足が綺麗に見えるような設計になっているんですね。このあたりのメリハリのおかげでですね、すごくバランスよくはまってくるんじゃないのかなと思います。このモカ色のパンツはまあ、ほんと使い勝手がいいので、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思います。で、足元はですね、先ほどはブラック系のですねキャンバススニーカーを履いていました。まああれはあれですごく使いやすいんですが、どうしてもですね子供っぽく見えがちなので、今回は白レザースニーカーですね、こちらを履いてみました。まあ、このようなモカだとかブラウンだとか秋色のボトムスに対して、まあ、どんな靴を合わせるのかというと、結構ですねやぼったくも見えがちなので、できれば清潔感漂うようなホワイトだとか、もしくはブラックのシャキッとシャープな色ですね、こういったものを収めてもらうのがバランスがいいんじゃないのかなと思います。今回は先日も動画の中でご紹介したアウールのですね白レザースニーカーですね、ちょっと身長が漏れるですねソールの厚さが魅力で、これをですね履くとより大人っぽい雰囲気にまとまってくるんじゃないのかなと思います。まあ、ぜひ皆さんのお手持ちのですねジャーマントレーナーだとか、あとはオールスタークップですね、このあたりでも全く問題ないので、まあ、ぜひ試していただきたいなと思います。で、今度上半身なんですが、まあ、先ほどはですね内側にアーガイルのニットを着ていました。柄物でパッと見はおしゃれに見えるんですけども、ちょっと子供っぽく見えがちだったかなと思います。そこで今回は T シャツですね、カットソーを取り入れたんですが、細かなボーダー柄です。これはスティルバイハンドというブランドのものなんですが、ユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズクルネック T シャツでほとんど似たようなものがあるので、そちらで代用していただきたいなと思うんですが、細かなボーダーのものであればかなりですね大人っぽいバランスで使うことができますし、無地よりは少し気の利いた着こなしになるので、そのあたりも含めて使っていただくといいんじゃないのかなと思います。そしてその上にはですね、先ほどはパーカーを着ていましたが、今回はカーディガンですね、このようなニットのカーディガンを着ることで一定の小綺麗さを出すことができるので、このあたりがすごく持っておくとバランスがいいんじゃないのかなと思います。色はですねほぼブラックに見えるようなスミクロですね。これはですね自分のところで作っているオリジナルのものなんですが、サンプルの商品なんでまだちょっと実物は売っていませんが、まあ、このような形で合わせてみました。まあ、T シャツ自体がボーダーで白と黒のですねラインで構成されてるんですけど、遠目で見るとライトグレーに見えるかなと思うんですね。まあ、ライトグレーっぽい色とこのようなスミクロ、すごくバランスよくはまってくるかなと思いますし、まあ、スニーカーのホワイトとこのボーダーのホワイト部分も、まあ、ちゃんとリンクをしていくので、靴だけが浮くということもないかなと思うので、まあ、このような着こなしでバランスが取れるかなと思います。先ほどの着こなしに関しては全身がカジュアルなんですね。パーカーカジュアル、アーガイルニットカジュアル、 T シャツカジュアル、そしてボトムスのチノパンカジュアルにスニーカー自体もカジュアルということだったんですが、そうすると子供っぽく見えてしまうんですね。見た目は大人なのにアイテムが全て子供っぽいというところのギャップがなんかこうしっくりこないんですが、まあ、今回の着こなしを見てみると、カーディガンというアイテムはどちらかというと綺麗めよりで、ボーダーのカットソーはカジュアルな感じはありますが、細かめなのでカジュアルすぎないというところで、ボトムスはモカ色の綺麗なシルエットのパンツなんですが、これもですね、まあ、カジュアルと綺麗めバランスが取れたようなところかなと思います。カジュアルすぎず綺麗めすぎないというところで、そんなにドカジュアルではないと思います。で、スニーカーもカジュアルなアイテムではあるんですが、キャンバススニーカーに比べるとレザーの質感のおかげで綺麗めに見えるし、あとはホワイトのレザースニーカーということで清潔感も漂うので、これもドカジュアルじゃないんですよね。なので全身を見ていただいた時に綺麗すぎちゃうと、これまた休日の着こなしとしてはちょっと硬い感じがしてしまうけども、カジュアルすぎるのも子供っぽく見えるので NG というところで、ちょうどバランスが取れた再現しやすいコーディネートが実現できてるかなと思います。まあ、この着こなしをベースにしながら、ちょっと厚かった腕託し上げてもらって、時計だとかバングルをちょっと見せてあげるのもバランスもいいと思いますし、あとはですねもうちょっと今っぽく見せたかったらタックインですね。このような形でタックインをしていただけるとまた見え方が変えられるかなと思うので、いろいろとこの着こなしをベースにしながらいろんな再現ができるのかなと思っています。まあ、なんといっても今回のポイントはこのボトムスじゃないかなと思いますね。ベージュからモカに変えるだけでだいぶ印象が変わるというところが分かっていただけたかなと思いますし、
僕自身も実際に自腹を切って買ってみましたが、このモカだったら違和感なく履けるなと思いました。結構ベージュのチノは僕自身あんまり好みじゃないので履かないんですけど、これぐらいの色味だと意外と使いやすいなという新たな発見があったので、まあぜひ皆さんもですねトライをしていただければなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。今回の動画ではどっちがおじさん秋コーデということで、まあ、具体的にですね NG のおじさんっぽく見えがちなコーディネートから、まあ、正解のコーデということで、まあ、アイテムを変えながら皆さんにですねその違いをですねお伝えさせていただきました。まあ、ポイントはそれぞれのアイテムをドカジュアルなものではなくてちょっときれいめなものに転換させてみるというところかなと思います。グレーのカジュアルなパーカーからほぼダークグレーに見えるようなきれいめなカーディガンに変えました。内側に着ているアーガイルのカジュアルなニットから同じ柄物なんですけどもボーダー柄でなるべく主張が強く出ないような T シャツに変えました。ボトムスはベージュのメリハリ感のないチノパンからモカのグラミチのボトムスに変えました。靴に関してはブラックベースのキャンパススニーカーから白レザースニーカーに変えました。まあ、このような形でそれぞれのアイテムをちょっときれいめにすることでだいぶ印象が変わるかなと思います。ぜひ皆さんも出かける前に鏡の前に立ってみて全身がカジュアルすぎないかどうか、ここを確認するだけでもいいと思います。カジュアルすぎたらちょっとアウターを変えてみるだとか靴をきれいめにしてみるだとか綺麗な要素を 1,2 点加えてあげるだけでもだいぶ変わってくるかなと思うので、まあ、ぜひ頭の片隅に置きながら秋の着こなし楽しんでいただければなと思っています。これからもですねこちらのチャンネルではエンタメ感覚で楽しめるようなメンズファッションの基本どんどんお伝えしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けのブランドなんかはですね僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナル動画とそれに加えて週に1本ですねライブ配信もやっていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えするような形でワイワイやっていますので、気になる方は動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくり動画を見れない方のためにオンラインサロンもやっています。まあ、こちらの方ではですね写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日僕の方でも配信をしています。また僕以外のスタイリストだとか専門家の人もですね記事を書いてくれていますし、参加者の皆さんも気軽に記事をアップできるんですね。最近では甘口診断というのをやってまして、皆さんのスタイリング写真に対して僕の方でなるべく甘口にですねここを変えるとさらに良くなりますよみたいなアドバイスも行っていますので、気になる方は概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。